いやこうして全員揃うのはどれだけぶりかな。しかも今回はゲストもたくさん。ウルク、茶化してる場合じゃないよ。分かってるって。みんなの顔が怖いから緊張をほぐすため。それじゃ緊急の指令会議を始めます。議題は対の女神シヴァについて。まずは現在分かってる情報を。では僭越ながら私が簡潔に。全て言っていいんですよね、シャオ。もちろん。みんなに知っておいてもらわないとその後の話に進めない。先日アークスシップに強襲してきたシヴァ、そしてそれと共にいた2名についてはフォトナーであると推測されます。またフォトナーなんだね。でもどうしてアークスに敵対する構えなのかな。彼女の発言記録にはこうあります。一度世界のためにニエになった。今までの情報を総合するにフォトナー時代に発生した深淵なる闇封印を指すのでしょう。これはアウロラにも確認済みです。彼女自身はシヴァのことを知りませんでしたが、そういった行いがあったと。フォトンを押し付けて餌にし、深淵なる闇ごと悪空間に封印した生贄の存在、それが戻ってきた。弦を信じるならそうなります。それが真実かどうかは実際に刃を交えた方々に伺った方が。あのシヴァって娘だけじゃない、周りの奴らも図抜けていたよ。フォトナーって言われる納得だ。しかしさらに異質なのはあのシヴァだ。こちらの攻撃の一切を受け付けていなかった。なんだろう、すべて吸い込まれてる感じだった。それはそうですよ、あの人はそういう風に作られたんですから。リサさん、そういう風とは。フォトナーの持つボトンのすべてをその身で受け止められるようにですね。それがどれだけの量か想像できますか。まあどっちも見てきたリサに言わせればあなたも大概おかしいと思いますけどね。どちらも見てきたとは引っかかる言い方だね。リサ、君は何をどこまで知ってるんだい。それについては私から説明いたします。リサ、体をお借りしても。はい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 、ご自由にどうぞ。戦いになりそうだったら起こしてくださいね。改めてご挨拶いたします。私はハリエット、皆様の言うフォトナーです。ガーディアン、あなたには一度お会いしていますね。覚えていらっしゃいますか。はい、あの時はびっくりさせてしまいましたよね。もっともあの時の私は残留思念のようなもの。自分がハリエットという自覚すらなく、ここまではっきりとした意志を持ててはいませんでした。あれだけ話すので精一杯でしたが、良い結果になって良かったです。私とシヴァは対のようなもの。今こうして皆様とお話しできるのは彼女が出てきてしまったからこそ。
なんだい、じゃああんたはあの娘の関係者ってことかい。器であるだけの体に宿ったあるべきでない魂、それが私、人造存在ハリエット、フォトンの器、深淵なる闇の器として全てを受け入れた終わりの存在、それが彼女、対の女神シヴァ。とても近く、そして遠い関係です。フォトナー時代の末期において文明は行き着いてしまいました。肉体はいくらでも替えがきき、体というものの価値は下がり、フォトンの扱いが全ての世の中とはいえ、肉体という器を捨てられるほどフォトナーは達観してもいませんでした。故に求めたのは究極の器です。ある一人の科学者がいました。彼は作った器を器として扱わず、一人の人間として扱いました。物言わぬ器と対話を繰り返し、やがてそのうちに心が芽生え、フォトンの力にも目覚めていった。技術の結晶が心を持ち、力を得る、それは図抜けた力でした。類いまれなる力でした。科学者は喜んでいました。模倣体ではなく独自の並列存在だと、全知存在に並び立つほどの存在だと。しかしアカシックレコードの最終模倣体、深淵なる闇が生み出されてしまったのもちょうどその頃でした。暴走した深淵なる闇を封印するため、その器として適切なのはアカシックレコードにも並ぶと称された私という器。しかしそこに心は不要、故に私の魂は、私の心は排除され、空っぽとなった器にフォトンを詰め込んだ。そこに生まれた全フォトンを滑る意志、それこそが対の女神シヴァ。あとは皆さんもご存知の結末です。シヴァはフォトナーのフォトン全てを抱え込み、深淵なる闇とともに破空間へ消えた。そして今再びこの宇宙に戻ってきた。かつてかの科学者が予見した通り、この世界の敵となって。ハリエット、君はどうしてここにいる？リサと君の関係は何なんだ？器を奪われた私は消失するしかありませんでした。それを救ってくれたのはアカシックレコード。私の魂を自らの海に縫い留め、新たなる器を、創世記を与えてくれた。最初に生み出されし創世記、それが私。そしてリサがどういうものなのかは、あなたにはすでにお話ししていますよね。リサはですね、実験生物でしたよ。フォトンに適応した肉体を作り出す研究の裏で行われていた機械生命の研究、今ではキャストと呼ばれている存在、それの一番最初のやつですよ。わかります？わかりますよね。ただリサは最初の最初のやつだったので、とってもとっても不安定だったんです。それはもう不安定だったんですよ。魂が不安定なリサと、器が不安定なハリエットさん、二つが一つになってなんとか安定です。もっともハリエットさんについては、今の今まで形も機能も失った状態で寝ていたも同然ですけどね。
リサの言う通り、私がこうして目覚めることができたのはオメガの解決があったからこそです。あちらで救済された私の魂は神となり変わり、こちらに出てきた。それが現在の状況です。私は聖獣、リサはキャストとなり、共に長い時を過ごしてきました。ダークファルスの発生、フォトナーの没落、アークスの誕生、そしてこれまで、それら全てを見てきました。どうして今まで黙ってたんですか？どこかで話してくれれば対策とか練れたかもしれないのに。それはアークスを信用してなかったからだね。わかってますね、総司令さん。リサにしてみればアークスもフォトナーも同じことをしてただけです。ならばいずれは同じ歴史を繰り返す。さっさとお互いに殺して殺して殺して殺し合って滅ぶべきだと思ってました。あなたに会うまでは。ガーディア、あなたはたった一人を救うために尽力し、そしてアークスもその行いを支えた。右も左もわからない違法の地においても、同様に助けを求める存在のために力を尽くした。私はダーカーが嫌いです。フォトナーも嫌いです。でもアークスの皆さんは好きです。もちろんあなたのことも。だからもう二度と間違えてほしくない。そのためにリサは今ここにいます。アークスの皆さんと共に歩むために。さて、僕らの目下の課題はそれを踏まえてどうするかだ。敵の総戦力が分からないのもまずいが、一番の問題はそのシバってやつだな。私たちの力の根っこにあるのがフォトンだ。それを吸収されるとなると正直どうしようもないぞ。それについてはすでに分析を進めて対応案を動かしてるよ。総務部、報告をお願い。あ、何かいい手があるのか？フォトンが効かないなら物質兵器をぶつけるまでってこと。 AIS の調整は最終段階よ。量産体制も順次整えてる。次の襲撃には間に合わせるって研究部フル稼働で頑張ってるわ。そうなると次に気になるのは敵の動きなんだけど。残念ながらいい情報はありません。シャオとも連携して調査していますが、未だに敵の所在は不明です。これは純粋に技術力の差だろうね。フォトンの隠蔽や隔離は彼らの得意とするところだろうし。次はいつ現れるかの予測はまだ難しいってことだね。常に備えておかないと。そちらは共同部と戦闘部で連携して動員体制を強化する形で動く。昔に比べりゃアークスの数も増えてる。平時の倍ぐらいまではローテーションで回していける想定だ。現段階でできるアークス側の動きは
みんながまとめてくれた感じかな。あの、私一つ気になることが。あの芝って人がこの人に向かって言ってた世界の器って言葉、あれってどういう意味なのかな。残念ながら私にもその発言の意図は不明です。ただ何らかの理由で芝はガーディアンを狙ってくる、それは間違いないのだと思います。理由がわからないけれども放ってもおけないか。しばらくはマトイと一緒に行動するように。二人が揃っていれば大丈夫だ。各部、今まで以上に連携を密に。あとは現場裁量でうまくやろう。大丈夫、みんなが協力すればなんとかなるよ。いいかしら。さっき話してた AIS の改造の件、その専属研究員があなたに会いたいって言ってきてるのよ。悪いんだけど時間を作って会いに行ってもらえるかしら。よろしくね。オメガでの戦闘が終了したみたいだね。作戦に協力してくれてありがとう。君はアルマの姿が見えると聞いた。そして彼女のために尽力してくれたと。深く感謝の意を述べたい。私には資格がないゆえ、彼女の姿をこの目に捉えることはできないが、それでもわかる。彼女は君たちのおかげで救われた。だからありがとう。そうだな、今度こそ私は守れたのかもしれない。アルマが死してなおその思いの拠り所としてくれたアークス、だからこそ今度も守らねば。彼女と我々の居場所、彼女が安心して休めるその日まで。私やマリアには彼女が見えない。何を言っているかはわからないが、なんとなく君を頼りにしているのはわかる。彼女のことよろしく頼む。困ったらいつでも頼ってくれ。リサさん、これからリサさんのことをなんてお呼びすればいいんでしょうか。なんてと言われましても、リサはリサですから、お好きなリサでお呼びいただければいいですよ。ハリエットにご用の時はそのように声かけてもらえればすぐに出てこられますからね。え、リサの言う通り、皆さんの声は常に私にも届いています。とはいえ身は一つ、リサにも皆さんにも不便をかけますが、どうかそこはご容赦いただければと。確かに慣れるまでにちょっと時間がかかりそうです。あ、ちょうどハリ
エットさんが出てきてくれたので確認したいことがあったんです。今こちらにいらっしゃるハリエットさんはオメガで会ったことをどれだけ認識されているのかなって。その説は大変お世話になりました。同一人物と思っていただいて差し支えはありません。オメガのハリエットは神になり変わり、そしてこちらに出てきた。そうですね、アルマさんと同じと思ってもらえればイメージしやすいのではないでしょうか。だからガーディアン、あなたの尽力を私は覚えていますよ。感謝してもしきれないほどに。遅い。その力と身のこなし、やはりお前がガーディアンか。お前があいつを。どうしてアークスが今応援を送ります。確かに力はある。もはや運命に見入られていると言ってもいいだろう。だがお前のその力は奴らに絶望をもたらす。万一お前の存在が絶望に変わるとき、俺は決してお前を許さない。それを胸に深く刻むがいい。さらばだ。反応消失。追跡不能です。襲撃されたときの反応もギリギリまで検知できませんでした。何か気配は感じましたか？気配遮断でしょうか。ともあれ無事でよかったです。でもあの人の戦い方、現在認可されているどのクラスにも当てはまりません。これは一体。お聞きになりましたか？新しいクラスが設立されましたよ。その名もファントムです。しかもなんとですね、ファントムの提唱者が私の友達なんです。ストラトス、ヒーローがファントムを語るな。不愉快だ。ん？お前もいたのか、ガーディアン。あれ？
お知り合いだったんですか？知り合いというほどではない。そういえば挨拶がまだだったな。俺の名は黒き王冠極夜、ファントムクラスの提唱者だ。覚えておくがいい。黒き狼を忘れているぞ。その胸に深く刻み込め。あ、そうだ、私たちにファントムのことを教えてくださいよ、キョウ君。俺はキョクヤだ。かっこ悪いあだ名で呼ぶな。なんでですか？子供の頃から呼んでたじゃないですか。それに京くんだって。黙れ。正義にとらわれ現実を見ようとしないヒーローと慣れ合うつもりなどない。なんでそんなこと言うんですか？ヒーローは希望と平和を守るため。くだらんな。正義などどうでもいい。まだ理解できないのか？ファントムが見るのは現実。目的達成の手段に正義だの悪だの、馬鹿げた名前は不要。キョウ君ひどい。昔はあんなにいい子だったのに。そうだ、ファントムのことだったな。いいだろう、教えてやろう。ファントムクラスを生かすには影のように立ち回る必要がある。そこで重要なのが回避行動だ。回避行動を使いこなせば攻撃をいなすことも、強力な反撃で一方的に攻撃し続けることも可能。またファントムのフォトンアーツはそれぞれ裏の力を秘めている。状況に合わせ使い分けるがいい。蝕みも忘れるな。状態異常の敵を蝕むことでファントムは進化を発揮する。影のように舞い、表と裏の技を使い分け、蝕みで敵を恐怖に陥れる。それが亡霊ことファントムクラスの戦い方だ。そんなの正義に反しています。強い敵でも真正面から堂々と戦って打ち勝てばいいじゃないですか。ガーディアン、お前もストラトスと同じ考えか？正義が絶対の価値観だと？そうか、お前なら分かってくれると思ったが、買いかぶりすぎたようだな。お前が正義を捨て亡霊になる覚悟があるかどうか行動で見極めさせてもらう。さらばだ。キョウ君、失礼なことばかりって逃げるなんて卑怯ですよ。すみません、キョウ君が大変恐縮です。私たち実は幼なじみで、昔は3人とも仲が良かったんですけど、ちょっと大きな事件があって。当時私はその事件で、その心が折れてしまいまして、口も聞けず塞ぎ込んでいました。
ショウ君は私を励まそうといろいろ努力してくれてたんですが、私は答えることができなかった。だから愛想が尽きたんでしょ。その頃からあんな冷たい感じで嫌われちゃったんだと思います。でも本当は悪い子じゃありません。ちょっと悪ぶってはいますけど、とても心の優しい子なんです。だから嫌わないであげてください。失礼します。まだゴミが落ちていましたのね。メイドの領分であるお掃除をお手伝いいただくなんて大変心苦しいのですが、せめてご奉仕させていただきますわ。これが私のおもてなしですの。さあお掃除を始めましょう。感謝いたしますわ。巻き込んでしまって大変申し訳。あら、大変ですの。大きな粉々にまたやってしまいましたの。あー、またマリアさんに加減なさいと怒られてしまいます。いえ、落ち込んではいられませんわ。ご挨拶が遅れましたの。私、ルコットと申します。お目にかかれて光栄ですわ、ガーディアン様。私がここにいた理由ですか？この度、新クラス、エトワールが認可されることになりまして、それで、提唱者の責務として、実践で戦術を確かめていましたの。エトワールが気になりますの？ガーディアン様にそう思っていただけて光栄ですわ。それでは僭越ながらご説明をさせていただきますの。エトワールは
ご覧いただいた通り、打撃を得意とする近接クラスですの。その特徴は総合力を高めること。味方のクラスごとに適切なプラス効果を付与することで全体にご奉仕する。そして皆さんが強くなることで、エトワール自身もまた強くなれる、そんなクラスですの。ですが、何分私が未熟なせいでガーディアン様に助けていただいてごめんなさい。ですの、ご迷惑でしたわよね、ガーディアン様。はい、おかげさまでですの。メイドにまでお気遣いいただくなんて、お強いだけでなくお優しいのですね。さすがはガーディアン様ですわ。その強さ、そして優しさ、感動ですの、尊敬ですの。まさにメイドがお仕えする理想のご主人様、マスターだと確信いたしました。私、マスターが不在で、今後はあなた様をマスターとしてお仕えいたしますの。ふつつかものではございますが、よろしくお願いしますの、マスター。お疲れ様。お互い出撃と祈祷の繰り返しだけど、ここは頑張らないとね。お帰りなさいませ、マスター。今回もかなりのご活躍だったとか。さすがはガーディアン様ですの。アザナミ様もご無事で何より。どうされましたの、アザナミ様。ねえルコット、ちょっと聞きたいことあるんだけど、いいかな。はい、ですな。悩みあるんじゃない、お姉さんに相談してみ。そんな私、悩みなんて。ルコットって人に甘えるの苦手でしょ。お姉さんっぽくしないとって、世話を焼く方に回っちゃう感じでさ。あら、どうしてそう思われますの。どうしてかっていうとさ、実は私も同じなんだよね。だから見てるとわかるの。自分は相談される側であって、相談する側じゃないと思い込んでる。違う？アザナミ様。いや、決して冷めてるわけじゃないからね。頼りにされるのは立派だよ。でもね、人は互いに支え合って生きてる。あなたにだって支えてくれる人が、甘えられる人が必要なんだよ。だから、私やこの人に相談したり甘えたりしても全然いいんだからね。ね、ガーディアン。ありがとうございます。お言葉、胸に染み入りましたわ。では、ちょっぴり甘えちゃいますな。実は私、新クラス提唱者として皆様のご期待に添えているのか自信がありませんの。新クラスの提唱って大変だもんね。私の時も大変だったよ。クラス提唱者だから強くて当たり前とか、誰よりもスキルを使いこなせて当然とか思われちゃうからね。そうなるともう大変なんだよね。
誰にも相談できなくなっちゃうし、他のクラス提唱者にすらね。不安を隠しながらさも自信があるように振る舞わなくちゃならなくってさ。でもさ、私の体験から言うと、最初から自信なんてないのが当然。経験を積むことが自信になる。だから今のルコットは正しい。そこはお姉さんが保証するから、自信がないことに自信を持って。いや、私不思議なことを言った？いいえ、とっても素敵なお話でしたの。最後かっこ悪かったけど、ルコットが少しでも気が楽になったなら、私も先輩として面目役者だね。お二人とも本当に本当にありがとうございますですな。それで、あの、もしよろしかったらまたお話を聞いていただいても。マスター、アザナミ様、ありがとうございますですな。私まだまだ未熟者です。お言葉に甘えて、これからはお二人に時々甘えちゃいますの。その時はお胸をお貸しくださいね。よろしくお願いしますですの。新クラスエトワールのことをご存知ですか？私と教訓が提唱したヒーローファントムに続く新しいクラスだそうです。フン、エトワールか。星を意味する言葉だ。スターのように輝く存在か。どうやらエトワールの提唱者は大した自信家のようだな。どんな方なんでしょうね。同じ新クラスの提唱者としてお話ししてみたいですけど。気配を感じてもすぐ逃げられる。この俺に尻尾をつかませないとはなかなかの手だれのようだ。あるいは俺たちを意図的に避けているのかもしれんな。そんな、会ったこともないのに。あなたは提唱者のことをご存じないですか？え？その人、ルコットって言うんですか？そんな…ルコと、いえ、ルコは私たちの幼馴染です。バカな、やつはとうに死んでいるはずだ。別人に決まっている。きっと事情があったんですよ。その方に会わせてもらえますか？くだらんな、付き合ってられん。教訓はああ言ってますけど、私はルコがまだ生きてるって信じてるんです。その人に会わせてください。お願いします。
ラーでしたの。びっくりしました。はい、ですの。ストラトスとキョウさんは私の幼馴染ですわ。共に遊んで笑って泣いて、昔はいつも三人一緒でしたの。喧嘩した時は私が焼いた仲直りクッキーをみんなで食べて仲直りして、私が先にアークスになった時もあの二人はいつでも私のことを支えてくれていましたの。しかし5年前のある事件が私の運命を大きく変えてしまいましたの。事件に巻き込まれ私は失踪、あるお屋敷に二人を招待したまま放り出し、何年も連絡一つできずに、ストラトスはきっと連絡せず行方をくらませた私に裏切られたと感じ傷ついています。それに私はその事件で二人から蔑まれても仕方がないような取り返しのつかないことを、二人に会って謝りたい。でも私怖いんですの。二人に冷たい目で見られるのが、二人に冷たい言葉をかけられるのが怖い。ねえマスター、私に勇気をください。弱い心を抑え込む勇気を。本当ですの？ストラトスがそう思ってくれているなら私勇気を出せますわ。ねえマスター、一つお願いがありますの。おいお前、こんなところに俺たちを連れてきてどういうつもりだ。キョウ君失礼でしょ。せっかく誘ってくださったのに。お前、ルコだよね。はい、ですの。ストラトス、キョウさん、お久しぶりですの。ルコだ、やっぱり生きてたんだ。ストラトス、私本当に長い間あなた方を待たせてしまって。待ったよ。何時間も何日も何ヶ月も何年も今までずっと。データベースからも死亡扱いの記録が取り消されている。復帰したってのか、アークスに。ルコット、お前どの面下げて帰ってきた。自分が何をしたのか分かっているのか。仲間だった俺とストラトスにどれほどひどい仕打ちをしたか分かっているのか。はい、ですの。お二人の心を深く傷つけたこと、許されるとは思っていません。それでも私は謝りたいんですの。二人とも大切な友達ですから。ふざけるな。
言うにこと書いて友達だと？ならばなぜ今まで連絡一つよこさなかった？理由を言え。ありがとう、キョウ君。でも大丈夫です。帰ってきてくれただけで嬉しくて、過去のことなんて全部吹っ飛びましたから。聞かないんですの？私があんなことをした理由を、何年も連絡しなかった理由を。はい、いいんです。言いたくないことなんですよね。なら聞きません。友達ですから。ありがとう、ストラトス。ごめんなさいですの。くだらんな。そうですの、久しぶりにクッキーを焼いてきましたの。さあ、ストラトス。懐かしい、仲直りクッキーですね。キョウ君、ほら。キョウ君、なんてことするんですか。ふん、仲良しごっこも大概にしろ。さらばだ。キョウさん、ごめんなさい。せっかくルコが焼いてくれたのに、キョウ君を許してください。また焼いてきてくださいね。今度は3人で仲良く食べましょう。友達ですから。わかりましたわ。ありがとうですの、ストラトス。マスターのおかげでストラトスと仲直りできましたの。本当にありがとうですの。キョウさんともいつか必ず。さあルコ、床のお掃除しちゃいましょう。はいですの。前か。ふん、ストラトスとルコットの件で世話を焼きに来たんだろう。お前もあの茶番を見ただろう。ストラトスは他人に甘い、そしてルコットはそれに甘えている。言いたくないなら言わなくていい。友達だから傷つけた理由は聞かない。まったく笑わせてくれる。ルコットが語らない理由は想像がつく。語れば何らかの理由で自分や俺たちが傷つく恐れがあるからだ。そしてストラトスもまた理由を聞き出すことでルコットが傷つくことを恐れている。救いようのないバカどもだ。一生上辺の付き合いを続ける気か。ふざけるな。だがどうすればいい。俺にできることなどあるのか。わからない、わからないんだ。ファントムなら、だと？簡単なことだ。そうか、この俺がファントムだからこそできることがある。
そう、俺はファントム。目的のためには手段を選ばん。あいつらが互いを傷つけるのが怖いというなら、その役目俺にやらせてもらおうか。この黒き狼のやり方をお前にもあのバカどもにもじっくりと刻み込んでくれる。感謝する。さらばだ。新クラス、エトワールをよろしくですの。よろしくお願いします。あら、マスター、ごきげんようですの。うぅ、実は、ストラトスから新クラスは宣伝活動で普及するのが効果的と言われまして、協力してくれるというので、こうして新クラス、エトワールの宣伝活動を二人でやっているんですの。ねえ、ストラトス、喋らないと宣伝になりませんの。私にはこういう服は似合わないなってそう思ったら恥ずかしくて。そんなことありませんの。とっても可愛らしいですわね、マスター。ちょっと残念ですの。仕方ありませんの。代わりにこの服で宣伝活動をお手伝いしてくださる方を。ねえマスター、協力してくださいますわよね。お洋服もご用意してますの。ストラトス、さっきからそわそわしてますの。この先に何かありますの？誰も待ってなんかいませんよ。さあ、任務を進めましょう。教訓？危ないじゃないですか。
怪我したらどうするんです？黙れ。奴をおびき寄せてくれたことには感謝するが、もう用はない。何を言ってるんですか。ルコットと仲直りするんですよね。クッキーのことごめんって、本当は戻ってきてくれて嬉しいって伝えるんでしたよね。嘘だったんですか。忘れたか。ファントムは目的を叶えるためならどんな手でも使う。覚えておけ、ルコット。お前には洗いざらい話してもらうぞ。隠していることも全てだ。やめてください。ルコットが戻ってきてくれた、私はそれだけで十分なんです。黙れと言ったはずだ。さあルコットよ、語るがいい。俺たちを裏切った、その理由を。言えませんの。やはりこうなるか。やむを得まい。俺は俺のやり方でやらせてもらう。真実の扉よ、いざ開かれん。を止めないと。どうして。これが教訓のやり方。見届けろって言うんですか。でも、でもルコットが ごめんなさいリスナ、怒らせてしまったのなら謝りますから。謝る必要はない。どうあろうと俺は力ずくでお前から真実を聞き出す。やめてください、教訓。こんなのみんな傷つくだけです。ストラトス、傷つくことを恐れるな。傷つけることを恐れるな。真実に傷つき、傷つけられて、やがて実は言え、より強い絆を結ぶ。俺が語らない理由、それはおそらく残酷な真実から俺たち3人を守るためだろう。だがお前たちは間違っている。語らずして分かり合えるはずもない。自分たちをもっと信じたらどうだ。キョウ君、その通りです。ルコ、私たちを信じましょう。私たちは仲間じゃないですか。話してくれない方が辛いです。でも言えませんの。これだけはどうしても。なぜだ。いい加減教えてくれ。俺たちを屋敷に閉じ込め、火を放った、その理由を。ルコ、しまった。お屋敷に閉じ込められ、火を。どうした。お前がやったことだ。知らないとは。知りませんの。どういうことですの、キョウさん。あの日一体何がありましたの。バカな、お前本当に知らないのか。だって私は二人をおもてなししようとあのお屋敷に招待しただけで。ルコ、全部話してください。私たちをお屋敷に呼び出したあの日、何があったのかを。ですが、お願いします。私たちを信じてください。どんなことを聞いたって、私たちはルコを嫌ったりしませんし、ルコを信じ続けますから。
マスター私どうすれば。二人を信じる。わかりましたの。すべてお話ししますわ。ルコット。はい、何でも話してください。やれやれ、世話が焼ける。ストラトス、キョウさん、私を嫌いにならないで。落ち着きましたか、ルコ。では話せ。5年前のあの日、何があった？任務中、私は市街地の外れでとある古いお屋敷を見つけましたの。無人で放棄された素敵なお屋敷でした。私はそのお屋敷にストラトスとキョウさんをご招待しておもてなししようと思いましたの。それでお二人に招待状を書きました。町外れのお屋敷に来てくださいと。理由は書かず、サプライズのつもりで。そしてご招待した当日、私はサプライズのためにお屋敷に裏口から入りました。するとなぜかお屋敷の内部に多数の捕獲トラップが仕掛けられていたんですの。抵抗する間もなく不意をつかれた私は気絶し、何者かに連行されました。ですからその後お屋敷で何が起きたかは存じませんの。私が目を覚ました場所は、当時まだ公式には知られていなかった惑星ウォパル、その海底に存在していたボイドの実験施設にいました。私はそこで延々とボイドがダーター因子増殖実験のため作った改造生物たちと戦わされ。ボイドだと？だがあそこは3年前に解体されたはず。その後お前は？戦闘データ収集のため完全自動化された実験施設はボイドの解体後も稼働。救助の直前まで私は戦い、その後六望近郊のマリア様がウォパル探索時実験施設を発見され、私は救助されましたの。ですが私が戦い続けたのはダーカー因子増殖実験の改造生物たち。発見された時私の体にはすでに絶望的な量のダーカー因子が蓄積していたそうですの。そんな。マリア様がおっしゃるには、ダーカーになり果てる寸前の状態で少し遅れていたら助からなかったと。なぜだ、なぜお前がそんな目に。
メイドの仕事中、ある筋からボイドの非人道的な実験の噂を聞いて単独で調査していたからですわ。それがどこかでボイドに気づかれ、邪魔者として目をつけられた。ストラトスとキョウさんをお屋敷に閉じ込めて火を放ったのもボイドの証拠隠滅でしょう。私だけでなく二人まで危険な目に遭わせていたなんて。本当にごめんなさいですの。そんな、悪いのは全部ボイドです。ルコは何も悪くありません。それでマリアに助けられた後連絡をよこさなかったのはなぜだ。今まで何をしていた。救助された私のダーカー侵食度は絶望的で、アークスが知れば処分も。マリア様はそう思われましたの。でもわずかに助かる可能性があり、それにかけてみることになりましたの。マスターならお気づきでしょう。はいですの。マスターも使われたことがあるコールドスリープですわ。ダーカー因子の除去を目的として、当時開発中だったコールドスリープを非公式に使うとおっしゃってくださって、だから助けられた後も生死を偽り闇に潜んで回復を待ったと。はいですの。コールドスリープは問題なく動作、3年かけて浄化に成功しましたの。目覚めた後はまた二人に会えることを楽しみにリハビリを続けていましたが、急に怖くなってしまって。怖い？何がだ？ダーカー侵食された私を二人が拒絶することがです。でもそれは私が臆病なだけ。ストラトスはずっとルコはルコと言ってくれてましたもの。以上で私の話は終わりです。お二人はこんな私を許してくれますの？当たり前です。ルコは何も悪くないじゃないですか。文句ないですよね、キョウ君。ああ、お前は自分の心の奥底に眠る恐れる心を克服した。そして俺たちを信じ、自らの言葉で嘘偽りない説明をした。ならば俺から言うことはない。ありがとうですな。改めてお帰りなさい、ルコ。ただいまですの、ストラトス、キョウさん。ほらほら、キョウ君も謝って。ルコにたくさんひどいことを言ったんですから。俺はお前たちが仲直りできるようおもてなししてやっただけだ。まあ、あれはおもてなしでしたの。素晴らしいですの。はあ？
手の気持ちになって最も喜ばれる方法を考えること。相手の気持ちになって悲しみを和らげる方法を考えること。そのおもてなしの心を理解し実践されている方こそがメイドさんなのですわ。これで京さんも晴れてメイドさんですの。お前はバカだ。そうですよ、ルコ。京くんは男の子ですからメイドくんですよ。お前もバカだ。あ、こら、京くん、バカって言う方がバカなんですよ。まあまあ、今度は3人でメイドさんの服を着ておもてなしを実践しましょうですの。嫌です。マスター、私たちを助けてくださってありがとうですの。おかげさまでまた戻れそうですの。あの頃の私たちに。私、ずっと考えてましたの。おもてなしを極めたいって。おもてなしできる機会は一度のみ。そう考えて常に悔いが残らないよう誠心誠意おもてなしすること、それこそがおもてなしの極意と考え、エトワールの戦い方に生かしたいと思ったんですの。ただ、私個人としては、おもてなしで大切にしたいことは、能力向上だけじゃありませんの。お仲間は、見知らぬ方かもしれません。二度とお会いできないかもしれません。だからこそ、出会いを大切にしたい。おもてなしで、仲間に力と勇気を与え、淡く優しい光で照らし、暖かく見守る星のような存在になりたい。クラス名のエトワールは、その星を表す言葉からいただきましたの。ヒーローは大勢を相手に戦場をかけ、ファントムは厄介な相手を絡めてで確実に仕留めていく。そしてエトワールは、おもてなしで仲間と戦える幸せを最大限に生かすことができる。地獄で一人延々と戦い続ける悪夢、もう見たくありませんから。その通りですわ。ストラトスに京さん、マスターもいてくれますもの。それにエトワールは、おもてなしへの思いを形にする際にマリア様に助言いただいたクラス、いわば二人で作り上げたものですわ。落ち込んでなんかいたらマリア様を悲しませてしまいますもの。よーし、やってやりますの。私、これからもメイドとして、そしてエトワールの提唱者として、より心を込めておもてなししますわ。これからもよろしくですの、マスター。
こんにちは、アークス1の情報屋パティエンティアのパティちゃんです。本日はなんと最近認可されたばかりの新クラス、その名もエトワールの提唱者であるルコットさんに突撃インタビュー。イエーイ、どんどんパフパフ。のっけからうるさいよ、パティちゃん。すみません、ルコットさん、インタビュー受けてくださいますか？はい、喜んでお受けいたしますの。よろしくお願いいたします。では早速、まずはルコットさんご自身について、日頃から大切だと考えてることは？そうですわね、一言で言うと信頼ですわ。レイドとして仕事を任せても大丈夫だと思ってもらえるような信頼を得ることが大切ですの。例えば身だしなみ、清潔感のあるしっかりした服装の方が仕事を任せやすいと思いますわ。私がメイドの姿をしているのも身だしなみを整えつつ自身の気持ちを引き締めるためですの。なるほどなるほど、メイドさんの服って素敵だよね。ティアも着てみたくない？え？私は別にいいです。じゃあ次、趣味とか特技とかは？趣味はお掃除で、特技はお菓子作りですの。お掃除が趣味なんだ。じゃあティアと気が合うかも。私は趣味っていうよりパティちゃんが散らかす一方だから仕方なく掃除してるんだけど。そっかそっか。ちなみにどうして掃除が好きなの？地道な小さなことの積み重ねが片付いたりピカピカになったりという大きな成果に結びつくからですわ。ただ成果の目標が高すぎる点が私の短所とよく言われますの。納得いく成果が出せなかった時はお掃除前の状態に散らかし直してからもう一度お掃除をやり直しますの。自分で散らかしてまた掃除、すごい永久期間だ。違うわバカね。それはそうと、お菓子作りってどんなものを作られるんですか？焼き菓子が多いですわ。
オリジナルのレシピを考えるのが好きで、味も見た目もこだわって作りますの。焼き上がった時の甘い香り、箱を開けた時の皆さんの笑顔、召し上がった時の美味しいという声、それらすべてが愛おしくて至福のひとときなのですわ。なるほどなるほど、オリジナルのレシピってのが気になる。教えて教えて。それは企業秘密ですの。秘密にされるとますます気になる。こらこら、情報屋だからって無理に聞き出すようなことはしない。人には自分だけの秘密が。自分だけの秘密、そういえばこの間ティアもメイド服、うわー、以上エトワールの提唱者ルコットさんへのインタビューでした。それでは失礼します。ちょっとティア、引っ張らないでよ。また楽しくおしゃべりしたいですわ、かわいいお二人さん。ごきげんよう、マスター。白き綿雲、ルコットですわ。白き綿雲、なんですかそれ。京さんの二つ目の真似ですわ。どうです、マスター。お褒めに預かり光栄ですの。照れちゃいますの。二つ名って自分で名乗るときはとっても勇気がいるものでしたのね。京さんの勇気はすごいですわ。そうそう、二つ名って小さかった頃いきなり京くんが名乗り始めたんですよね。今日から流星の一番星と呼べって。いきなりでびっくりしましたよ。一度も呼びませんでしたけど。懐かしいですの。あれはちょうど私の体が急性フォトン増進を起こす前ですの。そうですよ、驚いたといえばルコがキャストになった時も驚きました。突然学校を長く休んだと思ったらいきなりキャストになって帰ってきて、背は高くなってるし即卒業ですし。そうでしたわね。通常ならキャスト化は出生後すぐに適正で判断されますから、後天性の急なフォトン増進は稀で、異例ながら認めていただいて幼年学校に通っていた途中でしたがキャスト化することになりましたの。結果私だけ幼年学生ながらいきなり現在のキャストの体になりましたから、最初はストラトスとキョウさんに怖がられたり嫌われたりするかもと不安でしたの。嫌うなんてありえません。どうあってもルコはルコですし、大切な友達に変わりありません。ストラトスは昔からずっとそう言ってくれてますものね。
でもあの当時、キャスト化の後、私の本来の心は失われかけていましたの。私はおもてなしが好き。戦闘のために心を殺すことができず、行動が停止したあの時も、ストラトスとキョウさんに、心を殺す必要はない、自分らしく、と励まされて立ち直れましたの。あの時ストラトスがくれたお花のアクセサリーは今も大事に肌身離さず持っていますわ。懐かしいですね。ルコットが元気になるようにって願って作ったんです。あれ、あの時キョウ君も何かをプレゼントしていたような。ないですな。あの時キョウさんがくれたのが私の二つ名でしたわ。うわ、私も思い出しました。ルコ、二つ名をプレゼントされて呆然としてましたよね。あの時いただいた二つ名は流れゆく白雲でしたわ。そうそう、いい案が出なかったってキョウ君悔しがってましたよ。あ、ルコの白き綿雲ってキョウさんと私の合作ですの。いいなあ、なんだか私も二つ名が欲しくなってきました。そうすれば三人で。ならばくれてやる。今からお前は青き閃光ストラトス、そう名乗るがいい。青き閃光、さすがキョウ君です。はいですの。凛々しくてストラトスにとってもお似合いですの。それでは恐縮ですが、早速青き閃光のストラトス、白き綿雲のルカット。これは照れちゃってダメです。やっぱりなしで。そうですの、かっこいいと思いましたのに、ちょっぴり残念ですの。出現が確認された。急ぎ出撃し撃退に当たってほしい。あれ、アルマさん。あー、みんなおかえり。相談は終わった感じかな。アルマさん大丈夫ですか？ずいぶん調子が悪そうですけど。できるなら強がりたいとこだけど、全くその通り。調子が悪い。昔の戦った後みたい。懐かしいな。この前あの芝って子が来た時に何か仕込まれたのかな。いや、自分のせいかな。ボトン吸収を防ぐ壁張ってたわけだし、それがそのまま帰ってきてるのか。消えちゃったりしないよね。ああ、大丈夫大丈夫。そこまで深刻じゃない感じだよ。治るかどうかもわからないけど。いや、それ結構深刻。慌ててもしょうがないって、こういうの。ゆっくり直すよ。ゆっくりね。でもごめんね、二人とも。今無理して消えちゃうのはまずいし、しばらくは私戦力外かも。うん、それじゃあお言葉に甘えさせてもらっちゃおうかな。
言ってた AIS の研究員さん、この辺りにいるはずだよね。それじゃ早速なんですけども、稼働訓練と調整をお願いします。いきなり実戦でも OK ですので。ちょっと待って、リュドミラちゃん、何のことだかさっぱりわからないよ。何って、 AIS の話ですよ。私は AIS の改良を任されました。基礎的な部分はすでに着手済み、宇宙戦闘も可能な状態です。とはいえ現在は特艦での対応、汎用化という部分では不安が残ります。なので稼働データが必要なんです。そのため私は総務部に最大効率で AIS を動かせる人材の調達をお願いした来たのがお二人となると、あとはやること一つです。さあ動きましょう。時間は止めどなく流れているのです。乗り手によらない機体がいいから、ある程度モジュールを固定化して簡単操作にした方がいいかな。出力の向上レベル次第だけども、そうなったら一般市民でも戦える。負荷に体が持たないかな。シート自体に保護機能を強化したらワンチャンあるかな。どのぐらいコストかかるか試算しよう。と稼働データって AIS を動かしてこいってことかな。私自信ないんだけど。そうです、あなたはアプレンティス戦の時にも AIS を買って活躍されたと伺っていますので、アークスのため、未来のため、そして何より私の研究のためによろしくお願いしますね。まあとりあえず使えるタイミングで使ってみようか。サラのお願いでもあるわけだし。お二人とも、サラさんの紹介で AIS の専属研究員の方に会ってきたんですよね。うん、リュドミラちゃんってか。好きなことに一直線って感じだから、頼もしいといえば頼もしいのかもね。アークスにおいて優秀な人材は一癖も二癖もある人ばっかりだ。君たちのようにね。しかし中間戦闘可能とする改良案を即座に提案してきたのは彼女さ。そしてそれをすぐに実現してみせた。演算でも計り知れない天才ってのは大体は突拍子もなく現れるから、本当面白いよね。芝たちの所在をつかむ算段と事前策の準備かな。だが相手の今までは情報という側面でアークスは優位に立てていた。ダーカーがどこにいるかを感知し、
ダークファルスの発生予兆をつかみ、あらかじめの準備ができていた。だけど、今回の相手は今までと違う。向こうの方が、こちらより情報的に優位にある。だから、いつ何が起きても大丈夫な準備と、心構えが必要だ。シャオ？くそ、ここまで差があるのか。シャオくん？緊急警報発令！次元歪曲反応、敵の出現です！出現場所は、マザーシップ内部！マザーシップ内部に敵反応感知！演算するまでもない。何事も頭を潰せば終わりです。狙っていた座標から少しずれましたね。さすがに中枢へ直接侵入は欲張りすぎでしたね。まあ道中の破壊を楽しむこととしましょう。そこまでだ。これ以上の破壊はさせないぞ。想定以上に到着が早いですね。こうなることも予測していたのでしょうか、劣化コピーさん。せっかくですので、アークスというものを徹底的に潰しておきましょうか。バルナ、はミトラ、はい、競争をしましょう。群れてくる塵をどれだけ消せるか、手段は問いません。ただきちんと数えておいてください。勝負ですから、フェアに行きましょう。二人とも真面目ですね。私は楽をさせてもらいますよ。見ているのでしょ、劣化コピー。これらが何かも分かるはずです。アークスの皆さんに伝えてください。健闘を祈ると。新型の適性反応と
先日アークスシップに強襲してきた3つの反応を感知。ここまで全く感知できなかったのに、今はまるで自分たちの存在を誇示するかのようにはっきりと。大丈夫だよシエラちゃん、私たちが何とかするから。あなた、はい、そうですね、ガーディアンのお二人を信じて支える、それが私シエラの役目です。マザーシップへの破壊工作に伴い機能は制限されつつありますが、精一杯フォローします。手応えがする。こっちの攻撃が通じにくいというか、吸われている感じが。行こう。マリアさん、危ない。ああ、あんたたちか。悪いね、助かったよ。他のみんなは？私も探しているところさ。ま、最初に会えたのがあんたたちでよかったよ。あんたたちが一番ポイントが高い。え？下がれ！邪魔されるな、二人とも。そいつは姉さんじゃねえ。ゼノさん？その怪我は。はあ、私の一撃を食らって生きてるとは、しぶとさだけは一級品だね。本物の一撃はあんなもんじゃねえよ。その大して似てないモノマネ、いい加減やめろ偽物さんよ。似てないとは心外。私の魔法は完璧。あなたは。
私はミトラ、20の座、義の女神。偽物になるために私はある。私にはこの前触れた。俺にもついさっき触れたな。疑心は人を殺す。人が人を疑う様はとても滑稽。これからあなたたちは常に疑わねばならない。自分たちの仲間が仲間ではないのかもと。私はそれをいつも見てきた。そしてそれはこれからここでも。疑心は人を殺す。親切にご説明ありがとよ。だったらここで元凶となるてめえを仕留めれば済む話だ。あなたたちはポイントが高い。ここをもらえば私の勝ち。ポイントって？誰が一番あなたたちを殺せるか勝負。今は私が負けてるから。ここで挽回。ざっけんじゃねえぞ。俺たちはてめえらの遊び道具じゃねえ。なんで怒ってるの？あなたたちもダーカーに同じことしてる。自分たちが駆られる立場になる気分はどう？それを因果応報というの。その気分はもしかしてあなたになればわかるのかな。効率悪いな。これじゃ差が広がるばかり。だからちょっと本気でやる。なっ、ゼノさん。あれ、これでも死んでないの？ああ、なるほど。その武器、私たちと同じ奴らか。道理で硬いわけだ。でも持ち主を殺せば関係ないよね。あらあらあらら、これはこれは随分と危機的状況でしたね。兄さん、ドンピシャですよ。また時間食いそうなのが来た。もういい、他のところでポイント稼ぐから。ゼノさん、大丈夫ですか？今回復を。大丈夫だ、俺はまだ。タフネス自慢は大変結構ですが、今は足手まといを連れて歩ける状況ではありません。敵さんのポイントにされたくないならさっさと帰還してもらえますか？それとも、リーさんが解釈しましょうか？リサさん。いや、言う通りだな。七木もこのざまじゃ役に立てねえ。あいつら相当ヤバい。お前さんでも勝てるかどうか。俺が言えた義理じゃないが、気をつけろよ。知っているとは思いますが、シヴァは今のあれより強いですよ。お二人も帰還された方が良いのでは？では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 、リサも一緒に行かせてもらいますね。何を隠そう、リサ一人だと中枢部に入れなくて困ってたんです。
壊して入ってしまおうかと考えてた矢先にお二人を見つけられてよかったですよ。壊すってそんなことしちゃダメだよ。リサがやらなくても敵さんが遠からず同じようなことをすると思いますよ。ほら、二人とも急ごう。リサさんにはどうしてあの敵の動きが見えるの？リサはちゃんと目で見てますから。ん？アークスの皆さんはですね、フォトンに頼りすぎなのです。目よりもフォトン頼りです。見えていないのにレーダーを頼って適当に攻撃を仕掛けたこととかありませんか？あれもそうです。皆さんは目で見てると思いつつ自然とフォトンを感知して動きをつかんでいたんですね。でも今は敵のフォトンが隠蔽されてしまっています。そして逆に敵にはこちらのフォトンの状態が筒抜けなわけで、当然動きについていけません。つまり現状は当然であってどうしようもないということです。それじゃあ私たちはずっとまともに戦えないの？敵のフォトン隠蔽を上回る技術を見出せば今まで通りに感知できるんじゃないですか？それにリサ以外にもフォトンに頼らず戦える人はアークスにはいますよ。それってきたわね。
お嬢さん、お一人ですか？私と一人で対する割には大したフォトンも感じませんが、ずいぶん見くびられたものですね。見くびってるのはどっちかしらね。ん？これはもしや、あなたはフォトンを使っていない？そうよ、私はフォトンを持たない。感知も何もかも頼ってない。あんたのフォトンを吸収する能力は私には意味がないってことよ。まさかこのマイナス面がここに来て役に立つなんてね。絶対に許すことはできないけど、ルーサー様様ってところかしら。もらった！お嬢さん、今何とおっしゃいました？私の聞き間違いでなければ、面白い名が出ましたね。何こいつ、すごくやばい。は認めましょう。しかし所詮は人の器での努力。宙を舞う誇りか、地に積もる誇りか、あなたと他の有造無造の違いはその程度です。私は生まれ落ちたその時から世界を滑るためにあった存在、世界の器たる存在ですから。世界を滑る存在とか、どんだけ傲慢なのよ。理解の必要はありませんよ。どうせあなたはここで死ぬ。無事かな、サラ。シャオ、これは驚きましたね。しかし手間が省けました。あなた、成長しておいて正解だったよ。なんとか守れたようで何より。バカ、どうして私なんかをかばって。合理的な判断じゃないのは分かってる。でもそうしなきゃいけないと思った。勝手に動いてたんだよね。いやはや僕も人間に寄りすぎた。だから人間らしく少し休ませてもらうよ。シャオ、シャオ、シャオ。これで頭は潰れましたね。
それでは続けて手を潰しますか。そうはさせないよ。手を。分かってる。遅くなってごめん。調整に時間食っちゃってた。でも状況は大体分かってるよ。あいつがどれだけとんでもないかも。総司令とやらが直々にご苦労です。そのような機械人形で私に立ち向かうつもりですか。冗談。それは私の役目じゃない。封印解除。総司令権限アビス行使。アークス全員即時撤退。強制転送。マザーシップシャオン放棄します。見事な引き際です。これは想像より手を焼くかもしれませんね。よく我慢しましたね、二人とも。主が楽しそうでしたので。逃がしていいの？誇りがどう舞おうともどうでもいいことでしょう。しかし私は随分避けられていたようで、ポイントは取れませんでしたね。あいつらの相手効率悪い。ポイント勝負はバルナの勝ち。こちらに誇りが多かっただけの話です。では褒美として追撃はバルナに任せましょう。かしこまりました。私は留守番かな。残念。あなたにも遠からず動いてもらいますよ、ミトラ。何せ掃除には時間がかかりますからね。ウルクさん、どうして？二人がそういう反応するのが目に見えてたからだよ。マザーシップとシャオ君とあなたたちを天秤にかけて、私はあなたたちを選んだ。そしてその選択が間違っていたとはこれっぽっちも思わない。シャオ君だってきっとそうしたから。シャオ君の演者サラちゃんだっけ。今なら私の姿が見えるかな。あなたは。私はアルマ、初代のクラリス・クレイス。前にあなたがここに来た時、私はここにいたけど見えなかった。でも今は見えている。この意味がわかる？シャオの力。そう、シャオ君の力はあなたのうちにある。シャオ君はあなたのうちで眠ってる。それは
あなたという器には大きすぎる。目覚めたらあなたを壊してしまう。だからシャオ君は眠ってる。そうか、シャオは私の中にいるのね。しっかりしなさい、みんな。シエラ、何のためにシャオが権限移譲したと思ってるの？たりとも、あそこで君たちが死んだら元も子もない。対極的に物を見ないとダメでしょ。サラさん？と、シャオなら言うわね。私の内側からそんな気持ちがふつふつと湧いてきたもの。そしてあいつはきっとこう言う。やられっぱなしは性に合わないって。確かに言いそうだね。負けず嫌いだもんね、シャオ君。シエラ、各シップとの連絡は取れる？アークス各員の状況とかは？あ、はい。各シップ独立演算にて運用中です。アークスの状況はこちらに来てます。あちこちのシップに散らばってますが、6号の皆さんは生存確認済みです。アークスの現存数もオペレーター主導で確認してる。あと1時間もすれば状況が出揃うよ。シャオはこういう状況を見越してた。だから権限を段階的に移譲して自分なしでもアークスが動くようにしてた。でも残念だったわね、シャオ。まだ隠居なんてさせないわよ。シエラ、アークスシップの航路変更。惑星アムドゥスキアに向かって。アムドゥスキアですか？シャオが最後に私に言ったの。アムドゥスキアに向かえって。きっとあそこに鍵がある。現状を打破するための鍵が。